ことありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それではお立ちできる方はお立ちください。ダンスダンス主の御前で喜び踊ろう、すべて主は御手の中で益とされる、心身喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない、あなたに不可能はない、主の時は遅れない、心配は必要ない、今は目に見えないけど主のこと捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない、あなたに不可能はない、主の時は遅れない、心配は必要ない、今は目に見えないけど主のこと
大きな愛をください。
の血潮を、主の血潮を仰ぎ見て、主の力、主の力注がれる。イエスの皆により命向け、イエスの皆により救われた。主の血潮、主の血潮、仰ぎ見て、主の力、主の力あなたは最善を求め、さらに大きな事柄を求めていきなさい。あなたの目ではなく、私の目であなたは見、また私の思いであなたは見、熱心に私に求めていきなさいと主はおっしゃいます。この新たなる14年目の歩みに入って、次々と主は約束された言葉を成就する時の流れに入ったと主は言われます。それへ主の約束をしっかりと握り、決して信仰的に引くことなく、祈りきる祈りを持ってあなた方は踏み出していきなさいと主が言われます。この聞き従いの歩みを最後まで全うする中で、あなた方は私の計画の実と技を見ていくであろうと主はおっしゃいます。特に群れ全体に対する約束の言葉と同時に、個人個人に与えられているこの約束の言葉が成就する時だと主が言われます。この目前に来て引いてしまうことがないようにとしか言われます。さらに試しがこのありますが、あなたは祈りを持って私に願い、また祈りを持って私に従っていきなさい。私は力を与えるとともに、その中で勝利を与えていこうとしはされます。この神の言葉は真実であり、あなた方の思いをはるかに超えた形で神の言葉は成就していくとしか言われます。ああ14時間主地下、主地下。
んだろうやんだね。この示しを受けることとまた示しを吟味することが、この歩みの土台であるということをあなたとは捉えつつ、熱心に私の導きを求めていきなさい。私は道を示すとともに、その道にある私の計画を大きく開いていこうとしなさいます。この海外宣教の働きも第二ステージに入り、さらにまた五大陸すべてにチームが足を踏み入れたことにより、この段階はこの深く次の段階に入ってきているとしか言われます。さらにこの私の約束した言葉にあなた方は立ち、その言葉を全うしていきなさい。信仰の歩みは大いなる実を実らすと幸せます。この主がこの大宣教命令をこの前に語られ、あなた方を全世界に使わすと語られた言葉は成就し、確かに地の果てにまであなた方を使わすと主が言われます。さらにこのあなた方はあなた方の宣教の働きが次の段階に入ったことを見ていくであろうと幸せます。すでに語られているエスキューもアマゾンの伝道など本格的な形でそれらが始まっていくことを見なさい。またこの非常に危険なこの派遣というのもこれから導かれる投資が得れます。非常に危険を伴う派遣に関しては、長崎で祈り込んで、そして断食を持って祈り込んで備える場合も出てくる投資が得れます。永遠に褒め歌私は歌う命ある限り主イエスの皆を褒めたたえる。やがて来られるおのお主の主賛美の誉れ栄光ささ聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではですね、どこの教会の方でもまたイエスキリストをご自分の救い主と受け入れ、そして告白された方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主を信じ告白されておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいというふうに思います。またインターネットで礼拝をされておられる方々で、イエス様の告白をされておられる方々ですね、でこの聖餐式を受けたいと思われる方はご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意して参加していただきたいと、こういうふうに思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たちは人々のうちに御母と御父の恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福して後これを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちたいというふうに思います。あ、集会の最後か。皆さん献金減らさないでくださいね。はい、じゃあ集会の最後ということで、はい。